速稼塾の久保です。今日も暗号通貨ニュースをお届けします。今日のテーマはですね、ビットコインをお伝えしようかと思うんですけども、ビットコインって確か半減期じゃなかったですかね。多くの方がすっかり忘れていたんですけども、半減期になったかといって何か大きな動きがあったかというと特にないんですよね。半減期を過ぎると価格が暴落するんではないかなとかね、思わぬ急騰するんではないかなってさまざまな意見がありましたけども、半減期を過ぎて今どうなってるのかなってことをね、ちょっと見てみたいと思います。4月9日朝5時の時点でなんですけども、ビットコインの価格は79万6439円となっております。前の日の8日のですね、同じ時刻でプラスで 0.3% のわずかな上昇とはなっているんですよね。堅調な推移を見せて80万円台を突破したビットコインだったんですけども、一時的にサポートラインと言われるね、パープルライン、76.9 万円付近まで価格を落とすことはあったんですよ。ただですね、8日の2時台から下落が始まると、5時台には一時 77.2 万円まで下落してパープルラインに近づくことになったということですよね。でその後6時には反転見せて上昇を続けて、14時台には 80.8 万円まで回復したということでございます。そしてですね、15時台には再び下落傾向となって、22時、昨晩の深夜ですけども、78.7 万円まで、価格を落とすことになりましたね。でそれから上昇を始めている、そして今に至るわけなんですけども、今後なんですけども、上昇をね、これからも続けていくと思うんですよ。ただ多くの方が予想している230万とかね、300万円のラインにビットコインがなるのかなと思ったら、これは大いに疑問で、希望的観測がかなり入っているなと思うんですよ。とにもかくにもですね、ビットコインの価格上昇そして下落どちらにしてもですね、大きな動きがあるんではないかなと思った方、今回の 1,2,3月に始まるね、世界的なあの例の感染症のショックは多分予測してなかったと思いますんで、今回ビットコインの価格予想は誤破産になって、また新しくね、半減期も過ぎたことだし、なんとかショックもね、今あることですけども、改めてもう一回ね、予測を立て直す時期かもしれません。ということで、私の ADA の決済時期ももしかしたら年末にね、向けてちょっと調整が必要なんではないかなと思いますね。同時に XRP の大量取得も、これ2023年の決済の予定だったんですけども、やっぱりね、未来は予測できないですよね。いろんなことで社会は動揺して、価格もしくは金融商品ですね、こういったものが入れ替わる時期が来るんだなと本当に実感してますね。はい、では動画のまとめになりますけども、ビットコインに関しましてはこれから上昇基調にあるでしょうけども、ただ200万円台に行くってことはなかなか考えにくいのかなと思いますよね。なんかね、一ところではね、2万3000ドルですか。ですから300万とかに向かうのかなっていうふうな予測もあるんですけども、この予測にはね、ちょっと乏しい根拠と言わざるを得ないかなと思います。皆さんはどういうふうにお考えでしょうか。それでは本日は以上です。